ポケモンレンジャーは株式会社ポケモンから発売されたニンテンドーの携帯型ゲーム機向けコンピュータゲームのシリーズポケモンレンジャーは2006年3月23日にポケモンから発売されたニンテンドー DS 用アクションアドベンチャーシリーズ1作目であるポケモン大好きクラブにてシナリオ草加秀則漫画山本里氏によってポケモンレンジャーザコミックの題名で w e b コミックが連載されていた。キャプチャレンジャーがスタイラーを使って野生ポケモンと気持ちを通わせる行為をキャプチャという。キャプチャしたポケモンは仲間のポケモンとなって一度だけ力を借りることができる。キャプチャはタッチペンで操作しポケモンを規定回数以上囲んでタッチペンを離すことでキャプチャすることができる。ただしポケモンがキャプチャラインに接触したり 攻撃に当たると、ラインが切られてしまい失敗したことになり、もう一度最初から囲み直すことになる。さらに、攻撃に当たると、スタイラーのエネルギーが減ってしまい、例になってしまうと、スタイラーが壊れてしまい、それ以上キャプチャすることができなくなる。囲んでいる途中で、タッチペンを離しても失敗したことになるが、逃げることができる。キャプチャする際には、ポケモンの力を借りることができる。 ポケアシストにはパートナーポケモンの放電にキャプチャで仲間にしたポケモンが持っているものを加えた15種類あり、スタイラーをパワーアップしたり、ポケモンが持っている技で直接足止めさせるといった効果がある。アシストにも相性があり、相性が良ければ長時間足止めさせることができるなど効果が大きくなる。ポケアシストの相性については、 他のシリーズ作品とほとんど同じだが、電気や格闘など一部のポケアシストについてはそれ以外の作品と異なるものとなっている。なお、ポケアシストで借りたポケモンは、パートナーポケモンを除き、レンジャーのルールに従いリリースされる。ターゲットクリアフィオレ地方には障害物となるものが数多くある。これらのターゲットをキャプチャで仲間になったポケモンの力を使って対処することを ターゲットクリアと言い,い、対処するときに使う技のことをフィールド技という。フィールド技には燃やす、切るなど9種類あり、それを利用することで障害物を除去したり、物を動かすことができる。なお、ターゲットクリアで使ったポケモンは、レンジャーのルールに従いリリースされることになる。通信機能本作は、ポケットモンスターシリーズの特徴である通信機能がついていないため、 他のポケットモンスターシリーズとの連動はロか、ポケモンレンジャー同士でも通信することができない。しかし、劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーションポケモン、レンジャーと爽快の王子マナフィ特別全売券の特典によって特別なデータを受信すると極秘ミッションを遊ぶことができ、それをクリアすることによってマナフィをダイヤモンドパールに送ることができる。 ダイヤモンドパールへ通信する際には、レンジャーネットを使うが、日本版において、通常のプレイではこのモードを出すことはできない。日本国外版においては、レンジャーネット及び特別ミッションは隠しコマンドとパスワードによって、プレイヤーの手で出現させることができる。レンジャーユニオン5号弾本作は、フィオーレ地方が舞台となっている。この地方の人々は、 ポケモンと自然をとても大切にしているという特色がある。そのため、レンジャーは活躍しているが、ポケモントレーナーはこの地方にはほとんどいない。ポケモンレンジャーバトナージは2008年3月20日にポケモンから発売されたニンテンドー DS 用アクションアドベンチャー。ニンテンドー Wi-Fi コネクションに対応しているシリーズ2作目である。ポケモン大好きクラブにてシナリオを 草加秀則、漫画、山本里氏によって、ポケモンレンジャーバトナージザコミックの題名で、ウェブコミックが連載されていた。アルミア地方が冒険の舞台。基本的なシステムは、前作と同じである。レンジャースクールに通うところから始まる。レンジャースクールを卒業すると正式なポケモンレンジャーとなれる。今回は、パートナーポケモンを選ぶことができ。 複数匹をパートナーにすることもできる。前作と違い、ポケモンを一筆で囲み続ける必要はなく、一度ペンを離してもしばらくは気持ちゲージが継続し、それまでは続きで囲み続けられる。一筆で囲み続けるノーダメージでキャプチャーする等のテクニックを行えば、経験値にボーナスが加算され、ポケモンごとの評価も行われるようになった。 キャプチャーしたポケモンの行動範囲の制約もなくなり、はじめからアルミア地方のすべての区域でどのポケモンも連れて歩けるようになった。ミッション以外にも街の人々からのクエストを受けることによってキャプチャースタイラーの強化も可能になった。任天堂 Wi-Fi コネクションや店頭で受け取ることができるスペシャルミッションが期間限定で配布されていた。 2008年6月15日までは、マナフィの卵を保護せよ。連れ去られた、リオールを救え、みんなのタワーを解放せよ。が配信されていた。ミッションをクリアすると、ダイヤモンドパールにそれぞれ、マナフィの卵、は、銅弾を覚えたリオル、ダークライを連れて行くことができる。声は、ウェブコミックで連載されていた、ポケモンレンジャーバトナージザコミックでの担当声優。 レンジャーユニオンレンジャースクール闇闇がその他の人物本作はアルミア地方が物体となっている。海運が発達しており独自の進化を遂げた街や建造物が多い。ポケモンレンジャー光の奇跡は2010年3月6日にポケモンから発売されたニンテンドー DS 用アクションアドベンチャー。ニンテンドー Wi-Fi コネクションに対応している。シリーズ3作目である。 レンジャーユニオンポケモンナッパーズポケモンをさらう謎の組織。ダダフライという UFO のような乗り物に乗り、操りのコテと呼ばれるコテから発するビームでポケモンを乱獲したり操ったりする。このダダフライはエネルギー弾やビームを発射するなどの攻撃性能もある。元はバラバラの組織だったが、リーダーが現れてからまとまりが見られる。実は彼らは何者かに雇われている。 ティーパーティー4人の老人による世界的な泥棒チーム、ナッパーズを雇い、不老不死と世界を手に入れようと画策する。その他の人物本作は、オブリビア地方が舞台となっている。海に点在する島々で構成された地方。古代の遺跡が多く、忘れられたパラダイスとも呼ばれている。2010年2月28日、3月7日に、ポケモンサンデー内で放送。 また、ポケモンサンデーのホームページにて、3月20日までの間、動画の無料配信が行われた。キャストスタッフ、ポケモンレンジャーの日向と、ポケモンレンジャーバトナージの始めがそれぞれ、ポケットモンスターアドバンスジェネレーション第155話、ポケモンレンジャー登場。セレビー救出作戦。AG 第171話、ポケモンレンジャー。レオキシスクライシス。 ポケットモンスターダイヤモンドパール第71話、ポケモンレンジャー。波動のリオル。で登場している。日向の声優は、榎本敦子、つこ。はじめの声優は、坂口大輔。また、ポケモンレンジャー光の奇跡の主人公、夏也が、ダイヤモンドパール169話、ポケモンレンジャー。ヒードラン救出作戦。に登場した。夏也の声優は、 光の奇跡と同じハソメタツヤ。アドバンスジェネレーションの第5期 OP では映画のゲストキャラクターであるジャック・ウォーカーが日向と共演している。ありがとうございます。